人間の触覚に訴えるっていうのが充電できる場所のその性能まで出てくるんですね。これいいですね。これも自動で調整してくれる、こういったところ快適ですね。はい、では引き続きいわき市内走行を続けてまいります。今のここ一般道のバイパスを通ってるんですけれども、今福島日産いわき上田店に行ってきたんですけれども、ここからは今度福島日産のいわき内郷店に向かっております。まあ、このまま一般道ですね、20キロほど走行してまいります。制限時速60キロで、なおかつ信号のほとんどない区間を走っていくんですけど、でここでですね、時速60キロぐらいのこの郊外走行、信号のほとんどない区間での平均燃費を測ってみたいと思います。なのでストップ&ゴーのないほぼほぼ一定速度走行での燃費ですね。でこちらアリアのドライブコンピュータ、ドライブ情報1と2それぞれ分けて記録ができるようになっております。こちらのドライブ情報2の方を、はい、セットいたしましょう。はい、これでもう今走りながらもちょっとリセットかけたので、一定速度でこの区間走行する際の平均燃費がなんか分かるかなと思います。これ普段の市街地での走行の燃費の参考には全くならないんですけれど、こういうシーンで長い区間走るよっていう時にはすごく分かりやすい情報になるかなと思います。このように信号はありますけれど、かなり少ない区間になりますね。で一応ですね、今走行モードはスタンダード、そして E ペダルは有効にして走ってまいりたいと思います。はい、だんだんちょっと交通量が増えて信号も増えてきましたので、ここで一旦この一定速度一般道走行の燃費計測を終わりたいと思います。こちらですね、結果、はい、最終的に 10.3 キロ走行しました。時間13分、そして平均速度51キロですね。でここまでの平均燃費が1キロワットアワーあたり 11.1 キロ、はい、ということで、まあ、ほとんど消費電力としては一番最小限といいますか、充電機会は少ないですけれども、電力の消費自体もそんなに大きくない、そういうシーン、ストップ&ゴーもほとんどなく、ずっと一定速度で走っている、平均時速が50キロですね。まあ一応60キロ上限の道路、だいたい60キロキープで走ってきました。1キロワットアワーあたり11キロ前後、ほぼ平坦な道です。1キロワットアワーあたり11キロでずっと走ってくるとすると、まあこの車満充電でだいたい66キロワットアワーなので、まあ700キロ近く走れるかなという、そういう計算になりますかね。まあ、もちろんこれ今ものすごく条件のいい中での計測なんですが、一定速度でずっと走っていけばこのぐらいの消費電費で抑えられるなというのをなんとなく覚えてていただくと、またこの電気自動車、そしてアリアとうまく付き合っていただけるのかなと思います。この消費電力については、まあ何度もちょっと申し上げている通りなんですけれども、走り方もそうなんですけれど、気温とかによっても影響はしてきたりしますので、まあ今ですね、外気温が今20度になりましたね。この程よい暖かさの時期の計測結果、まあ消費電費という観点では今の時期が一番いいのかもしれませんね。バッテリーは例えば冬などで冷たい状態だと消費する電力量が大きくなりますし、でもちろんこのアリア、エアコンも全部電気で動いてますので、このエアコンの温度設定などによっても航続可能距離っていうのには影響が出てきます。で今外気温20度でなおかつエアコンも冷房にはなっていますが、それほど強い風で出てきてるわけでもありません。というところでだいぶですね、条件のいい中での計測を今日は行っているかなと思います。はい、では、今日の最後の目的地に到着しました福島日産いわき内郷店です。アリアのホワイトの車が来てますね。まだナンバーはついていませんが、これ展示車じゃなくて試乗車じゃないかなと思います。お疲れ様でした。はい、到着です。ではここまでのまた電費見ましょう。はい、先ほどのスタート地点からだいたい25キロぐらいですね、走りまして今、走行距離 214.6 キロ、平均電費は引き続き6キロ台後半ですね。1キロワットアワーあたり 6.9 キロ、あでも少し伸びましたね。
やっぱりあの途中で一定速度でしかもストップ&ゴーがないようなところを走りましたので、まあ、その中で平均燃費伸びたなというところです。走行時間が4時間23分そして、ああそうですね、今こちらのバッテリーの残量 50% 割りました。現在 49%、 そして残りの走行可能距離が214キロと出ています。あ、そうですね、本当ちょうどですね、こちらここまで214キロ走って 50% 使ったので残りの航続距離214キロっていう感じですね。まさにその通りです。はい、ということで、じゃあこちら内御殿でちょっと用事を済ませた後に今度は高速道路に乗って福島市まで帰っていきたいと思います。はい、ではこちら今いわき内郷店で用事も終わりましたので帰ってまいりたいと思います。残りのバッテリー残量は 49%、 ここから高速道路で福島市まで帰ります。では目的地の設定ですねしてしまいましょうか。引き続きこちら、Google マップで Android Auto を利用して走っていきたいと思います。目的地設定してしまいましょうね。福島日産福島太平寺店、はい、福島日産福島太平寺店の検索結果を表示しています。はい、一発で出ましたね。ではこちらルートもこちらで OK なのでスタートしていきましょう。はい、ではひとまず今一般道でいわき中央インターまで向かっております。先ほどですね、一般道でのこのこういう信号の少ない一般道での平均燃費をチェックしたりしましたので、帰りはですね今度高速道路単体での平均燃費を計測してみたいと思います。計測方法は一緒です。先ほど使ったドライブ情報2をリセットして、そうですね、高速道路インターチェンジに入る直前でリセットしましょうか。でその上で合流加速、途中の走行区間、今回走っていくのが上限速度80キロの区間、そして100キロの区間、だいたい半々ぐらいですかね、走っていきますので、そういった中でどのぐらいの平均燃費になるのかというのが皆様に見て分かっていただけるかなと思います。はい、では高速道路に乗ってまいります。ちなみにですね、一応ここまでの走行距離がちょうど220キロ、平均燃費が1キロワットアワーあたり 6.8 キロで走行してきました。はい、では高速道路合流加速入る前にここでドライブ情報2をリセットします。はい、全項目リセットですね。はい、ではリセットしましたので、はい、ではここから純粋な高速道路の走行の平均燃費も合わせてチェックしていきます。まずは合流加速ですね。走行モードスタンダードになっています。では加速します。はい、まあ何の不満もなく高速道路に乗れるのはいつものことですね。でこちら今走行モードスタンダードで、なおかつ一応ですね E ペダルオンの状態で走ってみたいと思います。これは高速道路で燃費の消費に影響があるかどうかっていうのはちょっとわからないところではあるんですが、まあ、今も走っているようなちょっとした下り坂のところでですね、一定速度を保って走るという点ではこの E ペダルがオンの状態の方が私走りやすかったので、これで行ってみたいと思います。はい、で高速に乗ったばかりですが早速ジャンクションですね、こちら進入して郡山方向に走っていきます。はい、でこういったジャンクション内ですね、スーッと減速をして、カーブがきついですので減速をして安全に曲がれる速度まで落とさなければいけないんですけれども、まあ、こういったシーンもですね、今私ブレーキ一切踏まずにスッとアクセルペダルを緩めてこのジャンクションに進入しました。それだけでも十分な減速が得られます。こういったところ入るときにずっと、まあ、今高速乗ってすぐだったから違和感ないんですけれども、高速道路の長い区間をずっと100キロとかで走っていると、まあ、そこから減速をした時もその減速の感覚どのくらいまで落とせばいいかっていうのが感覚狂ってしまっていて、急なコーナーなのにこう思ったよりも速いスピードで進入してしまって少し危ない目にあったなんていうこともありますので、そういったところでも
この E ペダル使っていただくとすっとアクセルを緩めればしっかり減速してくれるんだなっていうところで安心感はあるかなと思いますね。今回のいろんな検証を並行して私やっています。走行距離300キロほどの中での平均電費の計測、そして今純粋に高速道路の区間だけを走っての平均電費の計測、さらに私今回プロパイロット使っていません。アリアでプロパイロットを使わずに長距離を走った際の疲れ具合ですね、そんなところを合わせて検証しておりますので、引き続きプロパイロットなしで高速道路をしっかりこのまま走ってまいります。そうですね、今おりますいわき市から郡山市までは上りの区間が多いかなと思いますね。なのでちょっと電費的には少し不利な状況になります。であとここが今制限速度80キロの区間ですね、そちらを走行していく中での、まずはそうですね、郡山ジャンクションまでで平均電費どのくらいだったかっていうのをまた皆様にご報告してまいりたいと思います。ここでですね、ちょっとダブルさんといろいろお話をしていきたいと思います。極楽です。ああ極めて楽園の極楽ですね、はい、面白そうですね。面白そうですね。やりましょう今度。はい、ぜひ。